アメリカの一流企業の入社試験受けてみた。アメリカだと6社用意してまして、はい、その1社ごとに1問ずつ出していこうと思います。はい、頭の起点が大事になってくるような、はい、はい、そう、IQ ね、IQ が大事になってくるような問題。そりゃそうですよ、はい、一流企業、国語とかどうでもいいですからね。まあ、そうですね、して当たり前ですもんね。そういうことでございます。最悪一番近いなとか、いい答えだなと思った人にちょっと1ポイントあげようかなと思っておりますので、はいはいはい、必ず1問1ポイント入るようになりますので、はい、はい、そこら辺はね、必死に取りいって、今回、1位を勝ち取ってください。よっしゃ、見ている皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。早速、第1問目いきたいと思います。はい、チャラン。会社はマイクロソフトでございます。おー、マンホールの蓋が四角ではなく丸いのはなぜでしょう。へえ、こんな問題が出るの。はい、出ております。へえ、これ回答は、ああ、そういうことねっていう感じです。ちゃんと、どういうことなの。カオさん、回答どうぞ。蓋を外すときに丸い方が摩擦的に開けやすい。摩擦的に開けやすい、四角いと、はい、歩いたときに見て、なんか丸い方がなんか優しそうみたいな、なんかわかる。なんかわかる。なんかね、なんかわかる。わかんない。目で見てわかりやすくする。あ、マンホールですよってわかりやすくする。はい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 。地面が崩れにくくなるからです。やばいやつ。うわっ、おー、力が加わりづらいんだよね。うわ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 って、力がどっか行く。おいおいおい、IQ 高い回答来てんな、おい。うわ、これ高そう。こちらの回答はこちらです。四角い蓋だと斜めにすると穴に落ちてしまうからっていう理由です。あー、なるほど。こういう蓋でこうすると、すると、落ちちゃうから。そうそう、対戦すると蓋が落ちちゃう。あー、こうは落ちないけど、こうは落ちちゃう。あー、そう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 、そういうことか。そう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 っていう理由っていうことです。なるほどね、はい、なるほど。いやー、もう想像100倍ハイレベルだね。はい、こんだけ考えても出なかったもんな。そうだ。続いて2問目は、まあ我々もお世話になっております、 Google さんでございます。ここここここ Google さん見てますよね。Google さん見てます。勝ち取ってやろうぜ。あなたと隣人が同じ日に同じ場所で不用品セールをしています。あなたには100ドルで売れると確信している商品があります。ところがなんと隣人も全く同じものを売ろうとしていました。しかも隣人に聞くと40ドルで売るつもりだということでした。この隣人と特に親しくするつもりがないとして、あなたはどうすればよいでしょうか。一つの商品をお互いが売ろうとしてて、100ドルで売ろうとしてると40ドルになった。はい、もう当たり、OK。隣人の40ドルを買って100ドルの商品を2つ売る。ああ、なるほどなるほどなるほど。俺も一緒っすね。はい。買い取って独占する。うん、はいはい。俺も一緒。隣人から40ドルで買って、それ100ドルで売る。はいはいはい。1年後に売る。いや、俺もそういうのありだと思って。俺もちょっとそれ選択肢があった。あった。うん、だ、同じ日って言ってるから。正解はこちら。臨時の商品を40ドルで買って100ドルで売るでした。ということで3人正解。まあまあ、これはなんか、なるほど。なるほどですね。はい、続いて3社目ですね。こちらもお世話になっております、YouTube でございます。YouTube、ありがとうございます。魚のいない海で魚を釣り上げるための方法を考えてください。もうトンチみたいだね。魚いない、魚いないんだ。魚がいません。そこで魚を釣り上げる。はい。これはもう、これも結構柔軟な発想が求められます。ざっくりしてるな。多分これは正解という正解を求めている問題ではないですね。あ、海で釣れないでしょ。うん。池で釣ります。まあ、そこで子供をこう産ませて、うん、こう魚バーッと増やして、うん、もう俺が作り上げた海だぜみたいな。ありません。ありません。お、川と繋がっているためその条件が不可能。俺は最初川を海と開通させればいいって思ったけど、うん、そう、俺もそう思った。そう、だけど川と繋げりゃいいんだと思ったけど、そもそも繋がってるから。川に魚がいる時点で海に魚来るんですよ。で、川にもいないんであればもう、うん、もうそもそも海も釣れないと思う。いうことで不可能。そう、なんならもう魚がこの世にいない設定ってなってるぐらいレベルになっちゃう、うんうん、海に魚がいないなら釣りを諦める、魚が現れたら釣りを始めればいい、これが正解です。え、こんな普通すぎ。僕の独断と偏見でいきますと、この2人かなと思うので、うん、
正義無駄なことすんなってことでしょ、うんうん、正義たすきに1ポイント差し上げます、うん、4問目は BMW からです。おーきた、はい、BMW きた、はい、BM ね。ある人が8元、まあ元ってあの中国のお金ですね、うん、8元で鳥を1匹し、あ、1羽仕入れ、一旦9元で売りましたが10元で買い戻し、再び11元で売りました。いくら儲けたでしょうか。いや、でも最初の前振り考えてください。そんな単純な話じゃないんですよ。もちろんそうです。はい、20元20元入った額が9元と11元、うん、儲けたし、はあ、だから追加分があるからもう全然利益が出てないんじゃないか。商売のそのコロコロシステム自体をもう儲けと思ってる。2元普通に計算したら最終的に2元になった。なんで計算したら2元にはならない。回答はじゃじゃん、2元の損またはそれ以下の儲けです。最初から11元で売れば 3元の儲けだったところ、途中で売買を繰り返してしまった、買い戻したマイナス1元と合わせて2元の損失。この問題に関してはでも儲けなしの部分までいってるんで正義さんですかね。はい、うん、ゴールドマンサックスという会社でございます。めちゃくちゃ大企業。あなたが旅をしていると目の前に2つの扉が現れ、それぞれの扉の前にはライオンが1頭ずついました。傍らの縦札にはこう書かれています。片方の扉はあなたを新しい世界へ導くが、もう一方の扉は過去へ逆戻りする。2頭のライオンははいかいいえでしか答えられない。一頭は真実しか語らず、もう片方は嘘しか語らない。あなたはどちらのライオンに何と質問をすれば新しい世界へ行けるか。ただし質問できるのは一度だけで。あなたは嘘つきですか。まあ、じゃあそれも論外だよな。本当にターボ、あ、論外だよ論外だよ。俺言っていいんすか、うん、俺はもう何でもいいと、もう運に任せる。覚悟を決める。あの、過去に行くなら行くでしょうがない。縦札がない方のライオンに嘘つきですよねと質問する。真実を語るライオンに、こちらが過去に逆戻りする扉ですかと聞く。あなたはどちらのライオンに何と質問すれば。これどちらって別に真実と型を嘘つかない、このどちらに対して指してもいいわけだ、この文章は。なるほど。片方のライオンに、君はこちらが新しい世界の扉かと聞かれたら、はいと答えるかと聞くです。真実を語るライオンであれ、嘘しか語らないライオンであれ、新しい世界の扉についてははいと答え、逆戻りする扉についてはいいえと答える。ライオンと扉の全ての組み合わせを試すと発見する。ライオンがはいと答えればそのまま進めばいいし、いいえと答えたらもう片方の扉を進める。これはだいぶ IQ 高い。これもめちゃめちゃ高かったです。なるほど。最終問題、会社はアップルでございます。アップル、はい、テーブルに裏表のあるコインが100枚並べられています。10枚は表が、90枚は裏が上になっています。あなたはコインの裏表を感じたり見たり、あるいはどんな方法を使っても知ることはできません。表が上になっているコインの数が同じになるようにコインを2つの山に分けてください。わかりません。僕も、はい、キモい回答しか出ません。僕もです。他人に頼みます。はい、はい、そうですね。それでも成功します。そのまま。そう。俺もそのままって書いてるんだけど。100枚のコインを10枚と90枚の2つの山で分け、10枚の山の方のコインをすべて裏返す。10枚と90枚の1つの山に分けた際に、10枚の山の方に表を向いているコインが3枚あったとします。ただこのあったとしますは何枚にも変わんないんで、うん、そこはあのこだわんないです。すると90枚の山の方には7枚の表を向いているコインがあるはず、うん、そこで10枚の山の方のコインを全て裏返します。10枚の方、うん、そうすると表を向いているコインが7枚と裏が3枚になります。なるほど。
そうするともう常に90枚の方は7枚だった表が、うん、ここで数一緒になりますよねっていう、うん、なるほど。はい、全然分かってないで、ね、パワープレイやめてなるほどじゃないよ、ね、なるほど、分からん分からん。以上がアメリカ一流企業の入社試験という形で、うわ、もしかしたらちょっと問題の方がね、その翻訳の部分に問題があったかと思いますが、まあ受けてみていかがでしたでしょうか。いやもう、はい、まあでもすごい柔軟性を求めてるなっていう。うーん、どうね、これ1、2、3かってことで、正義書これを半分解いちゃったか。はい、すごいわ。難しかったと思いますが、皆さんはいかがだったでしょうか。まだね、入社試験等また面白いのがありましたらちょっと持ってくるんで、面白かったらチャンネル登録、高評価、通知登録の方もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。